はい、皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルでね、カメラ好きの人が、どれだけ見ているのかわからないんですけど、今日はですね、ソニーの、レンズの、レビューをしていきたいと思います。最近発売された、ばかりのですね、ソニーの、FE50mmF2.5G レンズとなります。このレンズ気になっている方もかなりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、世の中にね、いろんなレビューが出ていますが、まあ、やっぱりいいことばっかり話してるなって僕は見てて思うんですよね。あんまりこうデメリットだったりとかって、まあ、そんなにデメリットがあるレンズではないと思うんですけど、まあ、そういうところに触れていないっていうのもありますし、まあ、実際にね、まあ、そういうプロモーションをもらっていない人が使ってどう感じたのかっていうのをこの動画でお伝えできればと思っております。それでは行きましょう。はい、ということで2週間ほどですね、このソニーのね G レンズ使ってみたんですけど、いいところがですね、まあ、3つあります。まあ、1つ目はまず軽量っていうところですね。小型で軽量で 174g っていう重さなんですけど、 α7S3 僕の使っているカメラが 700g なので、だいたい870ぐらいの重さで持ち歩けるので、そこはすごくね、僕は軽くて、なんて言うんだろう、まあ、プロじゃない僕みたいなね、どちらかというとハイアマチュア的な人は嬉しいんじゃないかなと思います。ボケ感もねすごく綺麗なんで、別に最近ね、これと一緒に出た 50mmF1.2 とかって、あの高さ、あの価格のレンズを、まあ、僕みたいなユーザーはね欲しくないんですよ、正直。でもう一つですね、今一つ目、まあ軽さっていうところをお伝えしたんですけど、二つ目のいいところは絞りリングとこのマニュアルフォーカスとオートフォーカスの切り替えの、まあ、スイッチがあるっていうところですね。まあ、これが僕の中ではやっぱりレンズ側にあった方が便利だなと思いました。あの写真を撮るときとか、まあ、あんま動画ではいじったりそんなにしないんですけど、まあ、写真を撮るときに F 値結構いじったりするので、まあ、ここのリングがあると、まあ、カスタムボタンね、どこに振り分けてるか、僕みたいなユーザーはね、パッと、まあ、手でね、感覚でまだ染み付いてなかったりするんで、まあ、ここにあるのっていうのはやっぱ重要だなと思いました。で、かつ、オートフォーカスとマニュアルフォーカスのスイッチって、まあ、普通、普段であれば、設定からね、パチパチ、まあ、ポチポチ押してね、変えるんですけど、やっぱり、ワンボタンでね、カチカチってできるのは、まあ、すごく便利だなと感じました。そして、三つ目ですね。三つ目は、これ多分あんまり言ってる人いないんじゃないかなって思うんですけど、でこれ普通そんなの当たり前じゃないって思う人もいると思うんですけど、レンズフード側にこの、ND フィルターをくっつけてるんですよ。これが僕にとって初めての体験だったんですよ。この ND フィルター外したい場面とかもあるんですよ。旅行に行ってると屋外だけの撮影じゃなくて、たまにねお店とかに入ったりするとやっぱりこう光があんまりなかったりするんで、 ND フィルターって外したいんですよ。で ND フィルターを外すのって正直レンズ側につけてると面倒なんですよ。気軽に外すのって結構しんどくて、それがこのレンズだともうすぐにレンズフードを外してしまえばこの ND フィルターなしの状態にできるので、これは僕の中ですごい便利だなって思った一つでした。まあ、他のね、まあ会社のものとかでもあるのかもしれないですけど、非常に僕の中ではこれはね、便利って思いました。これがね、合計3つ、僕が実際に、まあ、使ってみていいなって思った、まあ、小さい点なんですけど、F2.5 のボケ感っていうのも全然僕の中では十分かなとは思いました。別にこれ以上すごいボケてほしいとかもそんなには思ってないかなと思います。なんか夜間の撮影とかもまあ悪くないなと思いました。使っていて。そしてですね、悪い点。これね、デメリット。デメリット的なのを伝えていくんですけど、これあくまで僕が使った上での、まあ、デメリットに感じた部分でもありますので、全員の方じゃないんでね、あくまで一つの意見として捉えていただけると嬉しいんですけど、僕が使っていて思ったのは、
この50ミリっていう焦点距離が意外と僕のニーズに合っているようで合っていない焦点距離だなと思いました。でなんでかっていうと、これ僕基本的に、まあ、写真もまあもちろん撮るんですけど、あ、ここいい写真撮れそうだなって思った時は写真に切り替えてパーって撮ったりするんですけど、基本的には動画なんですよ、僕撮るのって。で、この50ミリの焦点距離はいいんですけど、これ最短撮影距離っていうのが35センチなんですよ、オートフォーカスの時は。で、この35センチっていうのが結構癖がありました。あのテーブルフォトとかを撮影するときに、あの鹿児島の旅行でもね、あの夜ご飯食べに行った時の映像とか撮ってるんですけど、まあ、結構引いて撮らないといけないんですよ。これ引いて撮らないといけないっていうのが、狭い空間でやるのは非常に大変だと思いました。で、かつ僕のね α7S3 に関しては基本的に僕アクティブ手ブレ補正っていうのを使ってるわけなんですよ。で、アクティブ手ブレ補正を使うと、まあ、大体 1.1 倍近くクロップされるんですよ、画角自体が。なんで画角が、この実際のこの 50mm の画角じゃないんですよね。 55mm に近いような画角になるので、やっぱちょっと近すぎるなって思うんですよ。だからね、なんかそこが僕の使用用途、 Vlog とか旅行で撮る上においてはちょっとね、動画では使いづらいなと思いました。あの、被写体に寄ることができないのと、まあ、画角がちょっと狭すぎたかもしれないなっていうのを、改めてね、この 50mm っていう画角を使ってみて思いました。まあ、そこぐらいかな、デメリットって言えば。まあ、でも、あと値段が多少高いっていうのはやっぱあるよね。これ7万ぐらい、安く手に入れても7万ぐらいするんで、まあ、結構値段がね、高いっていうのは人によって結構デメリットに感じる部分なのかなと思います。はい、皆さんにいいところ悪いところ知っていただいたところでですね、作例を紹介させていただければと思います。動画に関しては以前アップロードした鹿児島のね Vlog がありますので、そちらをご参考にいただければと思いますが、この動画では撮影した写真の作例をご紹介できればと思いますので、よかったらゆっくりご覧いただければと思います。ということで、いっちゃいましょう。でしょうか、作例は。まあ、とりあえず鹿児島めっちゃいいところ多かったですよね。まあ、このカメラがいいっていうのもあると思うんですけど、まあ、もうすごくね鹿児島いいところだなって思いました。で、まとめに移りたいと思うんですけど、改めてこの FE50mm F2.5G を使った結果、あの僕が思うこう旅行用とかのレンズって何がいいのかなって思ったんですよ、これを使ってみて。これなんかまあいいんだけど、すごい綺麗だしね、写りもすごい解像感高いしものすごくいいんだけど、個人的に 50mm の画角じゃないのかもしれないって思いました、自分の用途って。で、写真はすごくねこの 50mm の画角めちゃくちゃいいなって思うんですけど、動画ではないなって思っちゃったんですよ。で、僕が次にじゃあどのレンズ買おうかなって思った時に、あの一つ今候補になってるのがシグマの 35mm F2 の DGDN っていうレンズになります。で、 F2 っていうね、これよりももう少し、明るいレンズになるんですけど、で、その確かシグマのレンズは325g とかするので、まあ、倍いかないぐらいの重さにはなるんですよ。で、ただやっぱり焦点距離が、まあ、広くなるのと、確か最短撮影距離が27センチとかだと思ったんですよ。なんで、まあ、割と寄れますし広角にもなるので、で、頑張ればミニ三脚を伸ばして手を伸ばせば、まあ、自撮りとかも 35mm って、まあ、僕のねこのリーチとかだといけたりするんですよ。
まあ、っていうところを考えると、まあ、シグマの 35mm がありなんじゃないかなと思ってますし、まあ、あれは比較的軽量で、しかも、まあ、絞りリングもついていてね、マニュアルフォーカス、オートフォーカスのスイッチもあって、まあ、値段もね、6万円ぐらいなんですよ。なんで、割とね、これよりかはまだお求めやすいっていうところを考えるといいなって思ってます。で、写真を撮るときに、うわ、35ミリかって思っちゃうときも一瞬あったんですけど、それがカメラ側のね、機能で解決できるなって思ったんですよ。どういうことかというと、僕のね、α7S3、もうあるんですけど、まあ、その他のね、もちろんカメラでも、フルサイズカメラでもできる機能なんですけど、スーパー35ミリっていう、まあ、APS-C と同じ価格にね、できる機能っていうのがあるんですよ。なんで、まあ、35ミリのシグマのレンズを買ったとして、じゃあ写真を撮りますよってなった時に、まあ、35ミリである程度のね、広い景色も撮れますし、その APS-C モードっていうものにすれば、まあ、52.5mm っていう、まあ、画角にもすることができるので、もともとね、F2 っていう絞りのね、まあ、明るさがある分、APS-C にしたとしても、まあ、おそらく F2.8 ぐらいの明るさで写真を撮ることができるので、まあ、そう考えると万能だなって思ったんですよ、シグマのレンズ。で、さらに、ソニーのカメラって、全画素超解像度ズームっていうのが使えて、動画で撮影してる時にも 1.5 倍までアップデジタルズーム的なことができるんですよ。なんで、まあ、35ミリで動画を撮りつつ拡大 1.5 倍してまあその APS-C モードと同じように 52.5 ミリの画角までズームすることができるので、まあ、万能だなって思ったんですよ。なので僕がね一度、まあ、このレンズ、まあ、このまま、まあ、ある程度もうちょっとね、使おうかなと思ってるんですけど、まあ、そのうちシグマの 35mm、F2 のレンズに切り替えていきたいと思っています。はい。ということでね、皆さん、この動画ためになりましたかね。まあ、このレンズをね、買おうと思っている方とか、同じくね、これ以外にも、その G レンズのね、40mm の焦点距離、まあ、24mm の焦点距離のレンズとかもあると思うので、まあ、そちら悩んでる方ね、ぜひ、僕の意見も、参考にしていただけると、まあ、もしかしたらね、買う前に聞いておくことで、後々後悔しないかもしれないのかなと思います。ということで、この動画、良かったと思ったら、高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram 等もやっておりますので、ぜひともフォローをお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。